はい、ということでこのピアス社の、自動巻き時計、裏蓋4つのネジで固定されていますが、開けてみました。まあ改めて不思議な構造ですね。なんかこの2つのバーがなんていうんですかね、上下運動をして、そして、バーレルを巻き上げる構造なんですけれども、こんなんでちゃんと巻き上がったんでしょうかね。不思議な時計ですね。とにかくこれも、1940年代に入りますが、特殊な、自動巻き構造の時計です。ピアース社のオートマチック。